ができて火力あって、はいはいはい、おーおーすごいすごい。クラッチキングでもう。はい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 。キャリー枠。なんでベンチなんですか。小野さんが頑張ったダブル。オッケー。だから伸びないんじゃない。いやじゃあ感度。大飛行外。あくそしょうもないの出ない飛行外とか。ナキさん今日はよろしくお願いします。お願いします。ナキさん。今日紹介させていただきます。モンスター紹介。久しぶりです。はい。ナキさん、まず年収の方は？夢は1億、現実は1000万。現実1000万？はい。え、本当に？嘘。なんで夢1億で現実1000万って言ったかだけはちょっと気になったよね、今。まあまあまあ、座ってるだけだからな、俺今。座ってるだけちょっとおもろいな。実は監督じゃない。まあ、コーチではある、正直。まあ、多分認められないと思いますけど。まあ、大体立ち回り決めてんの俺だね。これ、しめさん見られたら俺殺される。これ、ノーカットで上げさせていただきます。これ、ノーカットで上げてます。どうしよう。で、戦国、じゃあ、泣きさんは戦国の立ち位置で言ったらもう、バリッバリのオーダーというわけですね。はい、やはり、いいっすね。オーダーできて火力あって、はいはいはい、おーおーすごいすごい。クラッチキングでもう、はい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 。キャリー枠なんでベンチなんすか。もう裏方に回ったんで、逆になんか俺が出たら強すぎるでしょみたいな。そうよそうよ。おい、おい、はい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 。あそれなんかそこ2回行く2回行く。はい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 。はいはい終わりー、ここで終わりー。まあ、私本当に終わりなのか。そりゃそうよ。敵発見。終わりだと思ってるだけじゃないのか、俺たちは。いや、俺が終わりって言ったら終わりなんだよ。人生も終わりってことか。そうだ。つら。つら。つらいよ。辛いこと言うなよ、普通に。確かに。俺は俺が悪いわ。え、後ろシャオン。シャオン。どうするやん。え、足音、足音、俺のとこ。待ってこいよ。オッケー。行っといた、行っといた。なんか、あれじゃない？はい、つくばってない敵に対して。うん。ギリギリ。俺のとこいるよ、俺のとこいるよ。やろやろやろ。ちょ、まず、コテさんワンワン。まず、やっぱ。まず、屋上では絶対なくて。はいはいはい。いっといたいっといた。コテ君して、ここに。激浪取ってる、激浪取ってる。激浪取ってるよ。オッケーオッケー。いったんね。いったんナイス、いったんナイス。これやっぱ味方を救う判断。これがプロ。確かに深いな。ちょっとそんでここで先に死んどくと。からのローを取って一人やって回復はしねえよ。オッケー。オッケー。ちょ待って、この武器弱っ。マジで最強の服持っていくわ。はい。え、ちょ、来たい来たい来たい。ちょ待って、来たい。え、いるいるいる。だって一回ホーム消して一回ホーム消して。よし、準備しろ。ちゃんと出すよな、しかも。もちろんこうだよな、状態は。当たり前だよな。これしまうやついねえよな、逆に。今前の、まあ、経歴と言いますか。ちょっと軽く、教えてもらっても。ナイキ伝説の始まりは、はい。グローバルで、多分2年ぐらいやって、はいはいはい、ジャパンサーバーで初めて入ったチームが、討伐軍入ったんですけど、で、そこからやっぱ討伐軍、ナイキ7の伝説が始まって、まあ、その次トップに行ったと。そうですね。トップ79で活動してました。そこから公式1回だけ出て、敵発見、もう現場仕事やろうっていうあれになって、半引退しました。だけど、もちろんそこでもね、引退詐欺しちゃって、詐欺だらけだけど、まあ、それで戻ってきて、その次入ったのが、なんと、戦国ゲーム業です。ああ。それがもう泣き伝説と。でも泣き伝説そこで終わり。もう今じゃ座ってるだけと。そう、最終兵器だからな俺。それは座ってるだけよもう。まあ味方によってはね。本当に一番最後の最後で出てくる強キャラだね俺は。ああもうラスボスなんだ。うんそうよもちろん。まあじゃあ経歴はつまりチームで言ったらもう討伐軍、そしてまあトップ、そして引退詐欺、そして戦国と。そういうことですよね、簡単にまとめたら。そうですね、そうですよね。まあ結構戦国では数々のね、実績残してるね、泣きさん。もちろんもちろん。年齢詐称だったり、年齢詐称だったり、年齢詐称だったりと。それしかなくないじゃん。それで有名それで有名になったんだ、俺。それ知ってる人あんまいないよ。今ではもうボスと。戦国のボス。
まあもちろんもちろん。はい、乗れ。まあじゃあちょっともういつか年収聞いても、100万くらいはちょっと嘘じゃないですか、さすがに。まあその、いくらより上みたいな。じゃあじゃあ100より上だ。ああ、寄ってるっすね。200より上や。あ、200より上。いや、いいっすね。とある方は月収がなんか100後半とか行きましたねとか最高で言ってましたね、なんか。夢あるなぁ言うときました。夢あるなぁ、荒野行動。じゃあ感度。大飛行街。あ、クソしょうもないの出ない飛行街とか。スコープオフは79の、ドットガンド52、左射撃も、一緒です。あ、いや、ドットが50です。はい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 。そうですね。じゃあ、まとめると、スコーフが100で、ドットが150と、まあ、そういうわけですね。まあ、ぜひ参考に、リサさん。こいつ話聞かんやん。あ、目の前車、目の前車。発見発見俺が、じゃあ、AW で抜いたるわ。え、乗ってないやん。こやこや、絶対こやで。こやってるね。ああ。ナイス。そして、後ろにも敵いらっしゃいます。後ろ。あ、行きます。あ、行きます。突っ込みまーす。さあ、弾を避けて。あれ、ばっか多いぞ。まあ、一旦ここでブレーキかけるかと思いきや。行きます、行きます。止まりません。ヘッドカーン。もう痛い。で、これ来たところ。なんで俺だけなんで俺だけ行った蘇生ちょうだい。落ち着いて、俺車で行く。これ行ける、これ行ける。絶対いけるよ、これ蘇生。絶対いける、絶対いける、前絶対いける。前張る、前張る、前張る、前張る。1対1してきて、1対1してきて、それ。オッケーオッケーオッケー。違う、待てよ、お前。ああ、1対1しないからさ。それさ。は？あ。どういうこと？ AW でいけ、AW でいけ。ひよるな。ここでひよったら、お前男じゃねえ。あ、出てきた、出てきた、出てきた。いや、お前男じゃねえよ、ここでひよったら。いや、ここでひよったら男じゃねえ。負けるんかい。それでひよる。いっちゃしょうもない、いっちゃしょうもない。ちょっと待って。ごめん、ごめん。いや、まあいいんじゃない？死んだ俺らが悪いよ。うん、お前が悪いよ。でもさ、普通にさ、カバー遅くね？車持ってるのになんかちょっと止めない人ちょっと渋くないあれ。前張ったもん。でも前張っただけでさ、相手は止まると思ってることがまず浅いんじゃないのっていう。あそこで強気に打つ判断してたら相手も来れなかったんじゃないかなみたいな。確かに。てか、皇帝の命より俺の命捨てろよな。そうだよ、普通に。命は平等じゃねえ。泣き知ってるか？俺たちの命って平等じゃないんだぜ。皇帝陛下ですから。そうそう。このね、1年ぐらいね、俺ずっとそれでやってきた。ああ、もうこの試合最後にしようや、勝って。それな。掴み取ろうや、勝つよ。大会で意識してること。ない。特になし。すげえ参考になるわ。先般しないことやな。おー。あ、ファーストブラッド取られないことですか？ファーストブラッドもそうや。そうっすよね。行くぜー、行くぜー。やばい、ここはショート多すぎ。右の方行こうかな。なんか目の前足おっとん。やばい、やけは無理。お前さ、それ勝ってこそ人って成長するんだよ。オッケー、勝った勝った。もう一人来た。あ、その武器、その武器で勝ったはもう勝ったじゃない。一体、あ、え？どこそれ？あ、そうです、あ、そうです。それぞれの価値観の。こいつまだ外もしてんのかよ。裏何？やってきますこの裏。この、ああ車止まってるわ。三連渋。エイドってもう通常マッチだと普通に落ちてんだね。いつの時代の、いつの話してるもん。俺通常マッチとか行かんからさ。通常マッチ行かないのプロなのに。プロって通常マッチなんかめっちゃやってるもんと思ってました。あ、それで思い出しました。公演のプレイ時間っす。公演のプレイ時間は1時から、まあ、16時ぐらいまで出てるから、まあ、結構やってるっすね。なんでそんなやれる？まあ、プロだからね。あ、まあ確かにプロだもんな。え、何をしてんのこの人たち。全然痛くてな。俺じゃないしな、しかも。え、ちょっと待って、泳いでるって。何をしてんの。一人落ちたべ。もう一人落ちてるって。ええー、なんなの。やばいやばい、まだいけ、まだいけ、まだいけ、左行って。オッケー、ナイス。まあまあ、まあ任せてよ。タイトル考えよう、タイトル。いいよ。マジシンプルでいくじゃん。あ、泣きに決めてもらうか、まあ。何？すごいし。ボノさんのさっきのマンションのやつ入れて、うん、ボノさんが頑張った W。 OK、だから伸びないんじゃない。
インプリザベストでしょ。いや、泣き、もう一回言うわ、もう一回言うわ。だから伸びないんじゃない。どういうこと。いや、え、バカにされてる俺。まあ、バカにしてるかしてないか、それはもう捉え方なんじゃないかな。なるほど。まあまあまあ、俺はおもろいけどな。じゃあタイトル、俺考えました。真剣に。来た。発表します。まず、お願いします。カッコ、荒野行動、カッコ閉じる。はい。もうね、これはね、もう考えた上のもう一文字、一文字でいきます。おーおーおー。チャットで出していいですか？あ、いいよ。もうみんなが感動します。いきます。これでいきましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。あんなに長く振ったのにね、あーだけで終わるっていうね。ありがとうございます。これで、5万は硬いスコーです。ありがとうございます。いつも。5万硬い。YouTube 終わりじゃない？あ、で、いけちゃうの。コーチさん考えたタイトルは僕信じてるんで。タイトルは考えるのめんどくさいんで、まあ適当に考えといて。オッケー。結局そこ、ちょっと待って。流れるようにオッケーって言ってしまったが、詐欺男で。終わってるやん。失うものがない男だったらさ、それはいいけどさ、詐欺男で。確かにね。まだ失うものあるんやさ。もういいっすよ、別に。ないやん。許可出ちゃった。まだプロちゃうんかい。もうプロやめてる人みたいになってるやん。あと1枚。あと1枚。え、あれプレイヤー、コクルト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 。あ、じゃあしゃがみでいきます。コーダさすぎじゃない？シュールすぎ、コテの画面。シュールすぎないか？なんでこれ。はい、はい。ゾウさんみたいになってるって。コテ。どこ行ったの？いるわ。あんた何してるの？おーおーおー、ブワーブワー。ナイスナイス。あ、演出来ました、演出来ました。来た、確定。バッカでかいっす。トロフィーあげてる俺バッカでかいっす。あの、全員衣装終わってます。ナイス KO です。ありがとう。そしてありがとう。小泉公文来た。小泉ありがとうございました。今日はね、泣きの紹介ということで、皆さん参考にできるところがあったら参考にしてもらって、というわけでありがとうございました。